はいどうも、東大阪市南波生大師の岡野です。今回は薬を飲まずに花粉症を治す方法についてお伝えしていきます。あなたが毎年花粉症で鼻水がダラダラ出てティッシュの消費量が半端ない、もしくは鼻が詰まって頭が痛くて仕事が集中できない、ぼーっとする、頭痛がして寝込んでしまう、そんな方であれば薬を飲まずに花粉症ですね、乗り越える方法っていうのをお伝えしていきますので、必ず最後まで見てください。解消していく前に花粉症っていうものがどういったメカニズムで起きてくるのか、これを理解しないとなかなか改善策までやっていけないのでやっていきます。ちなみに僕も花粉症です。毎年ですね、鼻セレブを買ったりとか買ってもらったりしてですね、もうめちゃめちゃ鼻かむんですよ。普通のティッシュだともう鼻がカッサカサになってですね、もう舌が切れたりとかね、痛くなっちゃうんですよ。これ分かる人ぜひコメントだったりとかチャンネル登録もしておいてください。まあそんな話はさておいてですね、花粉症のメカニズムに入っていきます。ここにですね、まあ簡潔にまとめていきました。まずアレルゲン、要はアレルギーの元となるものですね。花粉だったりハウスダストだったりとか、まあその他もろもろいろいろありますよね。人によってアレルギーっていうのは違いますよね。そのアレルゲンっていうのはアレルギーの元となるものです。これがまず鼻粘膜に付着、いわゆる鼻の中にね花粉だったりがつくっていうことですよね。次体の中で何が起こるのかっていうと、それに対して抗体が作られるわけですよね。負けないようにしようってするわけですよね。花粉が入ってきたぞ、戦わないといけないぞっていうので抗体ができるわけです。そしてその抗体ができたら、次はちょっと難しいです、ここはもう覚えなくてもいいです、マスト細胞っていうのにですねくっつきます。そしてその後ですね、またアレルゲン、要は花粉が鼻の中に侵入してきた時に、このマスト細胞っていうところからヒスタミンって呼ばれるものが出ていきます。物質ですね。ヒスタミンって何なのかっていうと、アレルギーの誘発物質です。要はこいつが出るから花粉症になっちゃうんですよね。ヒスタミンって聞いたことありますよね。なのでまあ流れをまとめていくとですね、何かしら花粉だったりとかね、今回花粉症の話じゃない、花粉が鼻に粘膜に入りますと、それによって戦わないといけない抗体が出てきますよね。そして抗体がこのマスト細胞にくっつきます。そしてまた鼻に花粉が入ってきた時にマスト細胞が要は戦わないといけないですよね。そこでヒスタミンっていうアレルギー誘発物質を出してしまうわけです。これが鼻水だったりとかくしゃみだったりとかに繋がってくるわけです。目が痒くなる人もいますよね。鼻水ダラダラです、咳が出ます、くしゃみが出ます、目が痒いですっていうのはもう最悪な状況じゃないですか。鼻粘膜に付着するか、要は目の粘膜に付着するかの違いです。基本的にこういった原理で起きてくるっていうのが、まあざっとした花粉症のメカニズムだと思っておいてください。そしてここからが超大事な話ですね、本題になってきます。じゃあなぜですねこのヒスタミンが出るのかだったりとか、なぜ抗体ができて戦わないといけないのかっていう話になってくるんですけれども、これはですね免疫力がやっぱり関わってきます。そしてこの免疫力がなぜ下がってくるのかっていうところについては、これはですねもう活性酸素がポイントになってきます。もちろんですね薬で抑えるっていうのもね一つ方法ではありますけれども、正直それって抑えてるだけなので根本的な解決にはやっぱりなってないんですよね。今から僕がお伝えしていくのは根本的な解消法になってきます。それが活性酸素っていうところです。要は体の錆ですね、体が酸化してくるイコール免疫力が低下してくるっていう流れになってきます。他に原因が考えられるとしたら、砂糖、白砂糖ですね、砂糖だったりとかカフェインだったりとか、あとは小麦だったりとか、あとは油だったり、こういった食生活栄養バランスから花粉症の症状が悪化するっていうケースも非常に多いです。僕も花粉症なのであれですけれども、ラーメンとかですねコーヒーとかですね肉とか、やっぱり食べた次の日っていうのはですね鼻水が出たりとか目が痒くなったりする傾向が高いなっていうふうにねやっと気づいたんですね。なので本当にこういったところからの積み重ねで年々花粉症がひどくなってくるっていうところもやっぱりですね考えられますし、さっきお伝えした活性酸素もですねめちゃめちゃ大事なポイントになってきます。あとはやはり免疫力といえばですね腸内環境ですね。だからさっきみたいな栄養だったりとかが大事になってくるわけです。そこでまあまとめて何がいいのかっていうとですね、活性酸素には何がいいですか。そうです、ルイボスティーですよね。 SOD っていうのがあります。ポリフェノールの一種です。スーパーオキシドディスムターゼっていうものがありますよね。これが体の錆を取ってくれます。いわゆる抗酸化作用がとても強いですね。あとはケルセチンっていうのも含まれています。このヒスタミンっていうのがね悪さをするよっていうふうにねお伝えしたと思うんですけれども、このケルセチンっていうのはですねアレル
ギー反応を抑制する、抑えてくれる効果もあるんです。じゃあ活性酸素も取ってくれるし、ヒスタミンも出にくくなる、そんなルイボスティー、あなたは飲んでますか？僕も最近ですね、毎日飲み続けるようになりました。そんなすぐね効果がボンって出るものではないですけれども、実際ね僕の奥さんはですねすごい便秘なんですね。ただルイボスティー飲み始めてからですね、もう便秘がねほとんどなく、毎日排便が起きているっていう状態になってます。なので、まあ、僕も家にいる時はね何度もねトイレに行ってる姿を見てますよ。本当にねそれぐらい便秘で悩んでいる人がですね、ルイボスティーを取るだけで便秘解消になったりとか、本当にもうメリットがめちゃめちゃ多い飲み物になりますので、あなたももし飲んでいない、そして便秘がある、もしくは今回の花粉症があるっていうのであれば、ぜひルイボスティーですねお試ししていただければなと思いますし、僕もおすすめする飲み物になります。なのでもし興味がある人はですね、コメント欄だったり概要欄にルイボスティー貼っておきますので、そこからね、まあ、自分の目で確かめてほしいなと思ったらですね、買って自分のね健康に投資してほしいなと思います。まあ、最終的にですねこの花粉症をやっぱり根本的に治していこうって思うとですね、ちゃんとしたですねファスティングで腸内環境をデトックスするっていうのがですね、ぶっちゃけ一番早いです。僕もファスティングをですね初めてした時っていうのは、やっぱりですねその年の花粉症っていうのはですね正直結構マシだったんですよね。本当に昔はですねもう目をめちゃめちゃこすりますし、鼻もズルズル出ますし、どうしようみたいな、自分以上に花粉症ひどい人いないんじゃないのかなっていう思うぐらいめっちゃひどかったんですね。最近はやっぱりだいぶ落ち着いてますね、今思えば。あ、こういうのしたら悪くなるなっていうのもなんとなくわかるので、まあもちろんね食べたりとかはしますけれども、このせいで多分今日鼻調子悪いんだなっていうのはなんとなく分かってきましたので、そのなんとなくをですね、あなたにもですねしっかりと理解していただいて、できればルイボスティーに置き換えてみる飲み物をね、そしてもっとねできそうな人はですねファスティング、これが一番ベストになりますので、ファスティングも興味がある人はですね、まあ、ぜひですね僕のところでサポートもしてますので、まあ、LINE とかもね下のところに貼ってますので、そこからですね登録しておいていただければですね、そのうち募集っていうのも開始するかと思いますので、登録もしておいてください。そうですね、今回の動画でまとめていきますと、アレルゲンっていうのが鼻の粘膜に入って、それに戦うために抗体ができて、で抗体がマスト細胞についてまたアレルゲンが入ってきた時にヒスタミンが出て、鼻ダラダラだったりとかね、くしゃみだったりっていうのが出て出そうとするわけですよね。それが花粉症になります。それを解決するためには活性酸素を取り除きましょうっていうのと、ここのヒスタミンアレルギー反応を抑制しないといけないので、ルイボスティーがおすすめですよっていうお話をしていきました。なので興味がある人はぜひ下の概要欄コメント欄からチェックしてみてください。そうですね、本日動画を終わりたき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。皆さんいつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回皆様に4つの無料プレゼントがあります。痛みで悩んでいる方やダイエットや美容で悩んでいる方はぜひ受け取ってください。すべて無料です。 1.LINE 登録で肩こり腰痛パーフェクトブックをプレゼント。 2. 無料腰痛メルマガ講座登録者限定で自分で治せるストレッチを毎日配信。3.LINE 登録で3日間で痩せる秘訣をプレゼント。 4. メルマガ登録で脂肪リセットダイエットをプレゼント。この4つが全て無料でプレゼントです。詳しくは下の概要欄に全て貼ってますのでご確認ください。この4つのプレゼントを受け取ることで、実際にあなたのお体のお悩み痛みっていうのを自分で治せる、ダイエットや美容で困っている方は自分で痩せる秘訣、綺麗になる秘訣をしっかり学ぶことができます。早めに登録して待っておいてください。それでは今後も応援の方よろしくお願いします。